校にも恵まれまして、いい成果が上げられました。はい。まあ、最初にある程度固まったりして、まあ、最後の最終節も、どうなのかなっていうところなんですが、まあ、でも、最初にこう、ホームでやれるということは、スタートで、いいスタート切れるチャンスかもしれないので、そこはありがたいですよ。どうなるかだけど、ね、うまくいけばいいし。でもなんか、本当にでも、スタジアムが本当に素晴らしいので、まあ、内弁慶に、まあ、なるよなっていう感じですけどね、選手のこう気持ちからするとですね、あの、なんていうか、ホーム強くなるというかですね、はい。3、2、1。去年は参加されてなかったかもしれないんですけど、改めて今回は参加されてみて、その気の引き締まる感じとかっていうのは改めてどんな感じでしょう。そうですね、この場所に来たの僕は初めてですし、まあ、そういう意味ではまあ、シーズン始まるなというふうな、気持ちにさせていただきました。まあ、より、本当にやらなければいけないなというふうに思います。ありがとうございます。それを支えていただいているのは本当に佐賀県の皆さん、もちろん佐賀市の皆さんもそうですし、本当にそういう方々の、希望といいますか、期待というところを強く日本人の方々に言いたいと思います。よろしくお願いします。信じるということで、よりいいスローなんだなというふうに思ってますし、探しとしてもぜひこう応援をしていきたいというふうに思っております。はい、ありがとうございます。こちらも笑顔でお願いします。はい、撮ります。